ボルト、遅いね。あいつ、今日が中任試験だってことまさか忘れてんじゃないでしょうね。さすがにそれはありえねえってばさ。あんた、また遅刻。悪い悪い、思った以上に修行が長引いちまってさ。そうや、あんたパパに弟子入りしたらしいじゃない。どうなのよ、その成果は。ま、それは見てのお楽しみってことで。随分と自信があるようね。じゃあ、その修行成果を示すためにもさっさと筆記試験をクリアしなきゃね。え、筆記試験ってなんだよ。なの一言も聞いてねえぞ。あるから、書いてあるから、中任試験の注意書きに。嘘だろ、修行ばかりやってたから筆記試験の対策なんて立ててねえってばさ。噂によると筆記試験は忍界の歴史が出題されるらしいね。まだ開始まで時間もあるし、復習したらどうかな。つうか、普段から忍界の歴史くらい頭に入れときなさいよね。むむむ。ほら、行くよ。木陰の屋敷の前で木の葉丸先生が待ってる。3人とも待っていたぞ。中任試験の準備は整っているか？お前たちならできるはずだ。精一杯やってこい。
それではこれより中忍試験第一次試験を始めます。下忍の皆さんには10個の問題を出題します。皆さんはこれだと思う正解を選択していってください。全ての問題をクリアすれば一次試験合格です。よし、やってやる。それでは第一次試験開始。あー、これなんだっけ。確かこの答えは、これは簡単だってばさ。ってことにならないようにしっかり。どうした、ボルト。中忍試験の準備は。お前たちならできるはずだ。精一杯やってこい。確かこの答えは、これは簡単だってばさ。の問題かよ。この問題、歴史の問題じゃねえぞ。
ことにならない。どうしたボルト、ボケーとして。中忍試験の準備、お前たちなら精一杯や。あー、これなんだっけ。確かこの答えは、これは簡単だってばさ。げクソ親父の問題かよ。この問題、歴史の問題じゃねえぞ。よっしゃ、俺にかかれば楽勝だってばさ。よくやったぞお前たち。筆記試験くらいわけないってばさ。よしよし、その意気だ。さて次は二次試験だが、実は開始まで時間がある。じゃあ少し休憩できるんですね。休憩でも次の準備でもよし。とにかく試験に挑む覚悟が固まったら俺に声をか。はい。そろそろ二次試験が始まる。覚悟は固まったか。お前たちならできるはずだ。精一杯やってこい。中忍試験第二次試験は旗取り。この葉隠れの里全域を使って各所に設置された旗を集める試験よ。制限時間内に規定数集められれば合格、集められなければ不合格。それじゃあ開始。ガンガン集めるってばさ。この旗を回収していけばいいんだな。分かってると思うけど時間が勝負よ、この二次試験。そういえばゴールデンフラッグというものがあるらしいね。うん、手に入ればかなりの加点がされるらしいけど、そっちに気を散らしすぎて結局手に入らなかったらただの時間の無駄だし、だから基本は普通のやつを集めることに集中して、余裕があればそれも狙うっていきましょう。だね。ゴールデンフラッグ設置。いい？ゴールデンフラッグの出現は制限時間ありよ。制限時間をオーバーすると消えちゃうから注意しなさい。ちなみにゴールデンフラッグの配置場所については4つのヒントを渡すわ。その4つのヒントをもとに素早くフラッグを手に入れなさい。ゴールデンフラッグのありかを示すヒントを送るわよ。ミツキ、そっちはどうだ。まあまあかな。そっちはバッチリ順調。さすがはボルトだね。次のおかげはやっぱり君が。おかげになるのは私。サラダ、こんな時でもツッコミありがとう。ヒントをもとに迅速にフラッグを手に入れてみなさい。まだまだ集めるってことだ。
ゴールデンフラッグのヒントを送るわね。伴いゴールデンフラッグ設置を解除。まだまだ集めるってばさ。設置。さあ、見つけてみなさい。サナダ、ちゃんとやってるか？やってるよ。つうか、仲間を疑う暇あったら足を動かしなさい、足を。わかってるってばさ。ゴールデンフラッグのありかを示すヒントを送るわよ。迅速にフラッグを手に入れてみなさい。そろそろ真面目にやんないとまずいかな。そっちの調子はどうなのよ、ボルト。そりゃ愚問だな。バッチリに決まってんじゃんか。ならいいけど、最後まで油断すんじゃないわよ。はい、そこまで。試験終了。よっしゃ、俺たちにかかれば楽勝だってばさ。やったな、お前たち。俺らにかかれば当然だってばさ。次はいよいよ第三次試験ね。五掛けが観覧される中で一対一の手合わせが行われるんですよね。その通り。つまりお前たちの一挙手一投足に任界中が注目するってわけだ。ついにここまで来たね、ボルト。ああ。とりあえず、二次試験までご苦労だった。三次試験は日を改めて行われる。各自、今日はゆっくりと休むように。当日は里の外にある試験会場の前で集合だ。遅刻するなよ、特にボルト。わかってるよ。
あなたが新しい時代の先頭に立つんです。科学忍具を使って次世代の忍びってやつをみんなに教えてあげるんですよ。誰？父ちゃん。二次試験通ったらしいな。うん。よくやったな。次も頑張れよ。じゃあな。それだけ言いにわざわざ。大事なことだろ、これって。なんだよ、本当にそれだけのために。クソ親父。じゃあ行ってくるってばさ。頑張ってねお兄ちゃん。後で応援に行くからね。おう。いよいよだな。よし。遅刻。じゃないのね、今日は。この日に遅刻するほどバカじゃねえよ。ボルトが待ちに待った日だもんね。ああ、やってやるってばさ。物おじはしてないようだな。
これからは1対1の純粋な勝負となる。お前たちがどこまでいけるかしっかり見せてもらうからな。これはい。もう知っていると思いますが、三次試験は個人戦です。手の内を知っているチームメイトとも戦うことになるでしょう。ですが、その状況すら打破する力、それをここで示してください。ではこれより10人選抜試験第3次試験を始めます。木ノ葉学園渦巻きボルト。はい。雲隠れゆるい。ウィース。それでは1回戦。